準備が整ったようですね、かぐや殿。ええ、大国主さん、私たち富士へ行くわ。できれば私も共に行きたい。しかし今の私はこの出雲の王、父親が亡くなってほどないこの時期には。分かってる。大国主さんは祭りごとに専念して、富士の噴火は私たちで止めてみせる。その三段が終わりなので、かぐや様とさくや様、お二人が揃った今であれば神々の怒りを鎮めることもできるやもしれません。さくや殿、これはご機嫌麗しゅうございます。その後お加減はいかがでしょうか。大丈夫、浦島さんから勾玉をもらって落ち着いた。いいえ、油断は禁物です。昨夜様は長く黄泉の近くにとどまりすぎたことで荒御霊の影響を受けていらっしゃるようですので。昨夜さんに何かあれば僕が守るから安心して。ありがとう。じゃあそろそろ私たち行くわ。そうですか。先日の日食以来、人々の心が一層すさび、各地で争いが激しくなっていると聞きます。くれぐれもお気をつけくださいませ。まずは山城を目指し、長旅の支度を整えるのが良いでしょう。うん。おお、かぐや殿、なんとお優しいお言葉。この大国主、そのお言葉だけで全ての苦しみ悲しみを乗り越え。申し上げます、吉備国境関馬より日向が進軍を開始したとの知らせが。なんと。分かった、今すぐ迎撃に出る。かぐや殿、申し訳ございません、これにて私は。どうか道中お気をつけて。父が亡くなった隙を見計らい攻撃を仕掛けてくるとは。兄さん、こんな時に。待って、大国主さん、私たちも行くわ。しかしこれは出雲と日向の問題。ううん、これはもう瑞穂の国全体の問題よ。そもそも富士の噴火の原因は八百万の神様がお怒りになっていること。その理由の一つが人々が争い合っていることなのだとしたら、私はそれを止めなきゃいけない。さようでございますか。わかりました。では共に参りましょう。吉備との国境関馬へ。